チャーメンサンドイッチとは、ブラウングレービーであえたチャーメンを、ハンバーガー用のバンズで挟んだサンドイッチ。マサチューセッツ州ホールリバーで1930年代か1940年代に、生み出された。マサチューセッツ州南東部及び隣接するロードアイランド州の一部地域で、中華料理店の人気メニューとなっている。ニューイングランド内の比較的狭い地域を除けば、ほとんど知られていない。 ヨーロッパやカナダからの移民に一世が多く、経済的に貧しい地域において、客が食べ慣れた形で安価な食事を提供しようとした中国系料理店が作り出した食品である。パンで挟むという形式だけでなく、グレービーもニューイングランド地域でよく見られるものと告示している。中国系アメリカ人の料理店で食べられるだけでなく、フードサービス業者によって地域の学校や 高齢者センターに提供されている。ホールリバー出身の著名なシェフ、エメリルラ・ガッセは、自身のテレビ番組で、チャーメンサンドイッチを紹介したことがある。フードライターのスターン夫妻も近隣に在住しており、この料理について書いている。注文には、野菜の有無によって、ストレインドとノットストレインドの区別がある。ストレインドが、野菜の木を意味する。 パン抜きのチャーメンと同様に野菜としてはセロリ、玉ねぎ、もやしが用いられ、さらに豚肉、鶏肉、牛肉、エビなどが加えられる。パリパリした揚げ麺はグレービーに浸され、柔らかいパンとともに多彩な食感を生み出している。一般的にはナイフとフォークで食べるが、紙で包んだものを手づかみで食べることもある。フォールリバーの老舗食品会社オリエンタルチャーメン。 ヌードルカンパニーがホーミーブランドの揚げ麺で地域の需要を一手に引き受けている。この料理は東海岸に広まっていたが1940年代の最盛期を過ぎるとホールリバー近辺を除いて捨てれていった。現在はマサチューセッツ州南東部とロードアイランド州の一部でよく食べられている。ホールリバーに近いボストンでは知られていないがニューヨーク市コニーアイランドにある。 ネイサンズの店舗では少なくとも2013年に至るまでメニューに載っていた。ありがとうございます。